情けだよ。さあコーヒー飲んで帰ろう。
腰膝なかったらもう余裕やねんけどな、俺痛いし、これ痛いね。まあ、そらそうやけど気持ちよ、わかる。終わってくれる、うん、終わってくれる。なんせ2年半、戦い続けてる。そうやん、慢性やろ。慢性なか、慢性は傷やな。ずっと痛いから。これ、針痛いの、だいぶ面白いのかもしれない。慢性なったから、なかなか治らへん。よし、これでいこうか。これでいけ、それでいけ、これでいこうか。これぎっくり腰じゃないわ、うん、俺もう強烈なぎっくり腰なんだから、もうエグエグにぎっくり腰、うん、電気がな、ゴーンってこうなった時ここまでバーンして脳天のここまで走ったわ。まあそれもうすごいな、思うた。電気でこう走るんじゃないって、体の中に電気で走るってこういうことやねんな、思うた。電気走ってからこうバーンってガーンと走っても一歩も動けへんかった。このまま、あ、もう次これ。あ、こんなんやった。一瞬で。それが京都の上の方の出来事やって、そっから車乗ったんだ、俺。もう全然歩けへんのに。その時乗ってたのがライトエース。まだ背高かったしな。そう、まだ助かってんけど、オートマで。あんなプラチナの踏めへん。オートマでよう入ったと思うわ、あの京都の神やで。一乗寺の辺やで。よう入ったと思う。根性やな、あれ。帰らなあかんから。こうなった時な、冷やせ、ふっかーってだわ。ふっかーってこう。脇足の背中とガーッ出たわ。もう忘れへんわ。最悪よ。そのままちょっと動けへんかったもん。いけるかなと思うやろ。それが良くなかった。あの怖いもん見たぞと一緒で、いけるかなと思ってしまうね。錯覚してまうね。寝てまうね、俺アホやから。ガーッとこうなってまうね。こんなんもっと一緒なんだな、これ。行ったらあかんやつや、これ。もう絶対釣りがんとこは。それどころじゃないよ。釣り行っててこんなもう板なったらもう終わりやで、河原で。もう歩いて上がれへんか、坂道。もう歩きついなぁ、いう時に俺釣りになったこともあんねんか。あれ不思議やわ。でも一晩寝たら治る時あんねん。